今日ですね、主催は私たちアワープラネット TV と、それからですね、チェルノブイリ調査救援女性ネットワークの方と、それから FOE ジャパンと、3つの団体の協力で、本日ですね、科学報道から考えるチェルノブイリと福島原発事故というタイトルで、催しをさせていただきます。私、アワープラネット TV の白石はじめと申します。今日はよろしくお願いいたします。本題に入る前にですね、この企画の狙いというか背景をお話したいと思うんですが、福島原発事故から3年以上が経ちましたが、私2度ほど、ウクライナに取材に去年行ってるんですけども、過去のですね、チェルノブイリという低線量長期被爆の経験がありながらも、残念ながら日本のですね、さまざまな政策が、当初の発端の掛け違いもありまして、健康調査、あるいは女性に対するさまざまなですね、被爆低減策、保養などもまだなされておりませんし、いろいろ課題が山積しているなというふうに思っておりますけれども、ただですね、その災害の背景に、今回科学報道から考えるとあるんですけれども、やはりその今回特にフォーカスしたい健康問題に関して言いますと、なかなかその、メインストリームのメディアを中心にですね、我々が知りたいものが十分に伝わっているかどうかっていうのも疑問でして、でその中でですね、ウクライナから帰ってから、今日講談でお話しいただくですね、チェルノブイリ調査救援女性ネットワークの吉田優子さんが、チェルノブイリ原発事故から4年目に取材された、汚染地帯で何が起きているのか、チェルノブイリ事故から4年という NHK スペシャルの番組を見せていただきまして、それを見たときに、私がウクライナでやってきた取材、非常にこう地続きだというふうに感じたということと、それから今起きて福島で私たちが抱えている問題と非常に共通しているものもあるというふうに感じてですね、たまたま私たち科学ジャーナリスト大賞というのを選出いただいたんですけれども、そこで科学ジャーナリスト、今日、ごめんなさい、名前がちゃんと出てこない科学ジャーナリスト、団体名はジャーナリスト会議、ごめんなさい、日本科学ジャーナリスト会議にも参加されていらっしゃる、今日お話しいただく村田哲也さんが作られた番組であるということが分かりまして、今でも NHK の解説委員をされているわけですけれども、その時代にですね、本当に現地を本当につぶさに見ている取材ですので、その当時のお話をぜひお聞きしてですね、今の私たちに生かしていきたいということで企画しました。ということで、今日は貴重なお話、貴重な映像をお見せいただきながらですね、さらに私たちの抱えている問題も深めていければというふうに思っています。ではですね、早速村山さんに登壇していただきたいと思います。村山さんのですね、プロフィールをご紹介したいと思うんですけれども、室山哲也さんは、昭和だと1900で分かんないですけど、51年 NHK 入局されて、懐かしいウルトラアイ、なんか懐かしいんですけども、クローズアップ現在 NHK スペシャルなどの科学番組のプロデューサーをされて、現在解説委員をされています。みんながよく知っている番組たくさん作られているんですけれども、子ども向けの科学番組なりですね、それから生命、脳科学、宇宙、宇宙工学などさまざま番組を作られて、そして過去ですね、チェルノブイリに関わる番組5つの番組に携わっていらっしゃいます。で今回主にメインにしているのは、何せ私たち3年目なんですけどから4年目というものを見るわけですけど、10年目のスペシャルもやはりプロデューサーとして関わられている、恐るべき人体汚染というすごい怖いタイトルなんですけれども、もう作ってらっしゃいます。では室山さん、前にお願いいたします。拍手で。室山でございます。物を見る前の前置き
はい、これ作った方がいい。そうですね、はい、最初にまあ、これから見ていただく4年目の番組がなんでできたのかっていうのをちょっとまず、はいはいはい、ずらりと見るとなんか頭の良さそうな人ばっかりなんで僕ごときがこういうことが何の役に立つのかと思いながら来ました。まあ、今日のディスカッションの引用としてまあ、番組を見ていただくということになりますけれども、もともと僕は専門は文化系なんです。法律やってたんですね。国際法と憲法をやってて NHK に入ってなんでか分かりませんが科学番組をやれと人事命令が出て、親父はそれは間違いだから確認してみろと言って人事に確認したら間違いありませんそれで昔なんか鹿児島で漁師をやってたある尊敬すべきプロデューサーがいて、その人がどうも呼んだらしいと、何やれんですかということで始まったので、もともと理系 の, ものすごく高度な知識も何もないままディレクターが始まった、だから今日ご覧いただくのも別に何のことも分からず普通の目で行ってどうなってんのっていうのをずっと見ていったと。で出てきた問題はその先生にどういう根拠でそういうふうになったのかを聞き、でその先生に対する考えで異論があれば必ず取材し、で対立する意見の場合は両方だし、ない場合は何とか先生がこう言ってるという出し方をもうずっと繰り返していったと。だから僕がそう思ったとかいうことではなくて、普通の気持ちでずっと調べて子供のようにやっていったら、まあ、こんな番組になりましたという、そういうことです。そういう意味で言うと、まあ、肩に力を入れずにできたような気がします。それで番組は広島原発事故が起きた最初に NHK をやった時は僕は下っ端のディレクターで、水素爆発の実験を何が何だか分かんないまま始めて2年目3年目となり、4年目に広島に僕は転勤をした後、大江健三郎さんと佐原先生の対談を担当することになって、広島で、お二人 の番組を作ったで、僕の親父は岡山の倉敷というところで原爆で死に損なった口なんですね。8時十数分に駅に入る列車に乗るはずだったのがお腹が痛くて乗らなかった。それで友達は乗ってみんな死んだと。だから岡山広島には行きたくないと前から思ってたのに移動命令が出て、老人業界の店でこんな怖いところに二度と行きたくないと思ったのがここに移動命令が出て佐原先生と会ったと。で30分ぐらいは2人で話すことができて、その話をしたら君はそのチェルノブイリに行った方がいいよと言われて、その頃日本に出回っていろんな情報をこういろいろつけてみたら、これは違う、間違ってる、これは本当だと、こう政治マルキのことも教えていただいて提案しなさいということで提案して、4年目、ちょうど出てますけれども、汚染地図が書き変わった年ですね。最初の30キロゾーンの避難が起きて、その後4年目に実はおびただしい放射性物質がベラルーシの方向に伸びていたと。だから汚染地図が違ってましたと。4年間、それが知らないまま住民は住み続けていた状況になるので、まあ、現場ではいろんな混乱が起きていた。でその様子をレポートするのが4年目の番組、こういう流れになります。はい、今お話しいただいた通りに、その汚染地図、クラウダーですね、もう今言ったように新しい汚染地図を出したことによってみんな非常にびっくりしたということを受けて、まあ、現地に飛ばれて子供のような目で撮られた、住んだぐらいで本当住んでる感じなんですということで、いずれにしてもですね、この後の議論をするために必要なものとして、まあ、引用っていう形でですね、本日は映像をご覧いただきたいと思うんですけれども、実はですね、いくつものバージョンがあるんですよ。90分バージョン、70分バージョン、60分バージョンとこう作り直して出して、今日ご覧いただくのはモンテカルロ映画祭で賞を取られた60分と、まあ、ちょっとあんまり長いものだとねあれですので、短い60分のものをちょっとご覧いただきたいと思っています。はい、じゃあ早速見る気合を入れて1時間ですね。チェルノブイリ原発事故から4年。
放射能に汚染された地域では体の異常を訴える人々が増え続けています。チェルノブイリ原子力発電所、降り積もった放射能の埃が飛び散らないように地面を薄い膜で覆うコーティング剤などが今でも毎日撒かれています。事故によって吐き出された放射能は広島に落とされた原爆の500発分にも上りました。今回 NHK 広島放送局は汚染地帯で今何が起きているのか長期間にわたって取材することを初めて許されました。 NHK 広島放送局は45年前原爆が投下された広島で放射能が人々にどのような影響をもたらしているのか継続して取材してきました。それではチェルノブイリで放射能はどのような影響をもたらしているのでしょうか。これが取材の狙いです。事故を起こした原発4号炉のコントロールルームです。事故の時原発の中には人間がわずか5分間で死んでしまうという自然界の12億倍の放射線が充満していました。壁の数字は消火作業に当たった人たちが書き残した放射線の測定値です。職員や消防士31人が犠牲になりました。この日、原発の中に立ち入りを許可された一人の女性がいました。ナターシャ・ホディムチクさん。彼女の夫は爆発を起こした炉心に最も近い場所で働いていました。燃え盛る4号炉から遺体を運び出すことはできませんでした。4号炉は5000トンの鉛と砂で埋められたのです。中橋さんは夫の埋められた事故現場を訪ねることを今回初めて許されたのです。この壁の向こうにはいまだに爆発した核燃料の燃えかすが残り強い放射線を出しています。チェルノブイリ原子力発電所はモスクワから南へ700キロ穀倉地帯の中にあります。事故の後原発から半径30キロの広大な範囲が立ち入り禁止区域とされました。この区域には合計13万5千人の人たちが暮らしていました。30キロゾーンは現在も軍隊によって厳重に封鎖されています。この30キロゾーンから住民の避難が完了したのが事故からおよそ2週間後のことでした。
避難するまでに危険な放射線を浴び続けた住民にどのような影響が出ているのでしょうか。原発からわずか3キロのところにあるプリピャチ市、人口4万8000人の町でした。この町は原発労働者のために建設された町です。この町に避難命令が下されたのは事故が発生してから2日目のことです。この対応策について当局の責任者は後にこう語っています。プリピャチでは事故の後すぐ的確な指示が与えられた。家の窓を閉めること、家の中に留まること、こうした指示の結果、住民たちの放射能による被曝は取るに足らないものだった。しかし私たちは今回の取材で当局の主張を覆す映像記録を入手しました。これは市民の一人が避難までの2日間を密かに撮影した400フィートのフィルムです。原発事故は1986年4月26日の午前1時23分に発生しました。しかし異常に気がついた人は少なく、この日の朝もプリピャチの人たちはいつもと同じように生活を始めていました。午後になっても普段通りの暮らしが続いていました。しかし戦車や兵士の姿が見え始め、街は次第に慌ただしくなっていきました。放射線の測定をしながらも避難命令は出されていません。フィルムに残された白い斑点、これは街を襲った放射線の強さを物語っています。危険な放射線の中で子どもたちはいつもと同じように戸外を走り回っていました。事故から2日目、午後になって有線放送が突然避難の命令を出しました。避難のために用意されたバスは1100台、バスの行列は20キロにも及びました。プリピャチ市の場合、事故発生から避難まで40時間が経過していました。この間住民は無防備なまま放射線を浴び続けてしまったのです。住民たちは1週間後には家に戻れるという当局の言葉を信じて着のみ着のままで町を後にしました。原発から南へ100キロ、ソビエト第三の都市キエフ。この町に30キロゾーンから避難した人たちが暮らしています。事故から4年目の今年4月26日、プリピャチから避難してきた人々のデモが行われました。政府への抗議デモとしては最も大きなものとなりました。避難するまでに浴びてしまった放射能がどのような影響を与えているのか、人々の不安が高まっています。未だに十分な健康診断をされていないことに不満が高まるばかりです。対応の遅い政府は当てにできないとして、母親たちは自分たちの手で子どもたちの健康調査を行っていました。体の異常を訴える子どもが増えていると聞いて小学校を訪ねました。学校の保健室は休み時間になると子どもたちでいっぱいになります。放射線の影響は細胞分裂が活発な成長期の子どもに強く現れます。
このことは広島長崎を継続的に調査した結果からも明らかです。学校ではこうした子どもたちのために授業時間を短縮するなどの対策を取っています。これはプリピャチから避難してきた子どもたちの染色体の写真です。染色体は遺伝を司り生命活動に重要な役割を果たします。この染色体の円の中の部分がちぎれて別の染色体にくっついています。これは放射線を浴びた時に現れる典型的な染色体異常です。奥さんと2人の娘に染色体異常が発見されたタチアナさん一家、夫は原発作業員で事故の時一家はプリピャチの町で暮らしていました。次女のレーナちゃんは当時母親のお腹の中にいました。長女のナターシャさんは当時中学生でした。染色体に異常のあることを知った子どもたちは自分たちの将来に大きな不安を感じていました。チェルノブイリ事故による危険な放射能汚染は当初30キロゾーン内だけとされてきました。しかし去年3月、新聞プラウダは汚染が30キロをはるかに超えて広がっていることを初めて公表しました。600キロ先まで広がる新たな汚染地図の発表はそこに暮らす住民たちにとってはまさに寝耳に水の通告でした。このことは実に4年間にわたって危険な放射線の中で暮らし続けてきたことを意味します。これは今年の春政府が発表した最新のデータをもとに作成した汚染地図です。灰色は1平方キロあたり1キリ以上の汚染地帯です。赤と黄色は白ロシア共和国の基準では人間が住むのは危険だとされている地域です。半径30キロゾーンと同じレベルの汚染地帯が遠く離れた北の地域まで広がっているのが分かります。事故の後、
南からの風に乗った放射能はその後雨によって大地に降り注ぎ、高濃度の汚染地帯を広げていったのです。広島の場合は原爆投下後、放射能を含んだ黒い雨が降りました。チェルノブイリ事故の場合、それは茶色の雨だったといいます。原発から遠く離れた高濃度の汚染地帯はどのようになっているのか、ヘリコプターで空からの汚染調査をすることにしました。調査には取材に同行した放射線測定の専門家、岡野正治博士が開発した測定器が使われました。ビデオカメラで撮影した地点の放射線の強さが画面に表示されます。まず30キロゾーンの中から調査を始めることにしました。チェルノブイリ原発の上空です。グラフの一目盛りは50マイクロレントゲンです。測定器は1時間あたり250マイクロレントゲンの放射線を記録しました。これは自然界のおよそ250倍の強さです。ここは原発の北西3キロ、プリピャチ市の上空です。ここでも原発上空とほぼ同じ強い放射線を記録しました。次に30キロゾーンの外側の汚染状態を調べることにしました。ヘリコプターはチェルノブイリ原発から汚染地帯が広がる北の方向に向かいます。ここはチェルノブイリから120キロ離れた白ロシア共和国の湿地帯です。この湿地帯で数値が高くなりました。なぜ湿地帯で数値が上がるのでしょうか。この一面は水がですね、非常に中を埋めてまして、植物のところがですね、水浸しになってます。この辺りに周りから雨水とか水が流れ込んで溜まっているようです。分かりました。先ほど3倍ぐらい上がりました。おー、分かります。湿地帯の水は放射能を蓄積しています。広大な湿地帯が汚染地帯を拡大している事実が明らかになりました。さらに遠く離れた汚染地帯へと向かいました。ここは原発から160キロ離れた白ロシア共和国バルトロメーエフカメラ。この一帯にも事故の後茶色い雨が降り続けたといいます。測定器は160キロ離れたこの村の上空で原発から3キロのプリピャチ市と変わらない強い放射線を記録しました。新たに指定された広大な汚染地帯、人間が住み続けるのは危険とされる赤と黄色の地域だけでも23万人が暮らしているのです。原発から160キロ離れたところにあるレトカ、人口1万人の町です。突然放射能に汚染されていると通告を受けて以来、放射能との戦いが始まりました。1日3回散水車が埃と一緒に放射能が飛び散らないように街を洗い流していました。特に念入りに洗い流されるのが街に7つある保育園です。放射線の影響を受けやすい子どもたちを守るためです。この保育園ではできるだけ子どもを外に出さないようにしていますが、全く外で遊ばせないというわけにはいかないのです。保育園の庭は全てアスファルトで覆われていました。
ぼこりを簡単に洗い流せるようにしたのです。1日1回保育園の看護師さんが園内の放射線を測定します。子どもたちは基準を超えて放射能が測定された場所への立ち入りを禁止されます。草や木の生えている場所は高い数値を示す場合が多く、念入りに調べられていました。測定結果は直ちに保護さんに伝えられ、その日の遊び場所が決められます。しかし水で汚染を洗い流してもそれが逆効果になることがあります。放射能を含んだ水が一箇所に集まると放射能が蓄積されて危険な場所となってしまうんです。広大な汚染地帯はソビエトでも有数の穀倉地帯です。事故から4年の間に白ロシア共和国だけでも実に26万ヘクタールが農耕を禁止されました。しかしその一方で未だに耕作が続けられています。この農場では汚染された表面の土と20センチ下の土とを入れ替えて汚染の濃度を薄めようとしています。作業員が放射能のほこりを吸い込まないように完全密閉のトラクターも導入されました。しかし値段は高く全体に行き渡っていません。農場の中には麦の代わりに放射能を吸収しにくいとされるトウモロコシに植え替えたりもしています。風の強い日にはガスマスクをつけることが義務付けられています。ソビエトの苦しい経済状況ではたとえ汚染された農地でも農業を放棄できない現実があります。汚染地帯で食べ物はどうなっているのでしょうか。牛乳は放射能に汚染されやすい食品の一つです。ゴメリ市にあるこの牛乳工場には白ロシアの汚染地帯から牛乳が集まっています。運搬用のトラックは工場の入り口で水洗いされます。まず放射能の測定が行われます。一定の基準を満たした牛乳はそのまま出荷されます。しかし汚染度が高く危険だと判断された牛乳も廃棄処分にされるわけではありません。汚染された牛乳はバター工場に運ばれます。
放射能は牛乳のタンパクに付着しやすい性質があります。そこで牛乳をタンパクと脂肪とに分離して脂肪をバターに加工します。一方、放射能を多く含んだタンパクの液は脱脂粉乳として家畜用の飼料に回されます。この脱脂粉乳を食べた家畜は当然放射能に汚染されることになります。そこで食肉に加工される3ヶ月前になると汚染されていない飼料に変え、体内の放射能を減らしてから出荷することにしていると担当者は話していました。厳しい基準を設けて規制するにはあまりにも汚染地帯が広がりすぎました。ゴメリの町の市場です。この市場には周辺の汚染された農場から作物が集まってきます。この農作物を食べても本当に安全なのか不安が消えません。こうした不安を少しでも取り除くためにこの市場には放射能測定器が最近設置されました。市場で買った農作物を測定できるようにしたのです。測定器の前には自分の目で安全性を確かめようとする市民の行列ができていました。しかし食べ物が不足する中で汚染されていない食べ物を選ぶ自由はありません。Если, пожалуйста, все вапитают, мы уедем в любую чистую зону, пусть построят нам домики полностью жестко. Наша администрация ездила, но пока не добилась ничего, мы не знаем, как дальше будет. Мы плачем между собой, уже это 4 года. Мы уже больше не можем ждать, это очень большой период. 4 года – это очень большой период. Если еще 4 года, больше нет, некуда ждать уже. 事故から4年経って初めて体内の放射能を測定する被爆調査が行われる村があると聞いて取材に行きました。原発から120キロ離れたレリフィチの村です。広がりすぎてしまった汚染地帯、政府の被爆調査もそれに追いつかないのが現状です。被爆調査の会場となったのは小学校です。村の住民のほとんどが集まってきました。食べ物を通して体内に取り込まれた放射能は外からの被曝に比べ人体に深刻な影響を与えます。長い間体内にとどまり放射線を出し続けるからです。しかし住民に対し測定の結果について詳しい説明はなされません。体内に放射能がどれぐらい吸収されているのか、取材に同行した岡野博士にとっても最大の関心です。放射線の数値がビデオ画面に即座に現れる測定器で調査をすることが許可されました。画面の棒グラフのうちの下の線が放射線の量を表しています。一目盛りが5マイクロレントゲンです。この線が伸びることはそれだけ体内の放射能の量が多いことを示します。
調べた住民の中には25マイクロレントゲンの数値を示した人もいます。これは通常の人の1000倍もの放射能を体に取り込んでいることを示しています。白ロシア共和国の首都ミンスク、ここは汚染地帯で異常を訴える人たちの医療センターの役割を果たしています。白ロシア放射線医学センター、汚染地帯の人々を治療する目的で1年半前に作られました。毎朝8時、放射線医学センターは患者でいっぱいになります。各地区の病院で診察を受け、放射能による影響の疑いがあるとされた人たちです。患者のほとんどが子どもです。現在入院が必要な患者は800人、しかしその4分の1しか入院していません。医師の話によれば、子どもたちに見られる症状は胃や腸の潰瘍、肝臓病などです。中でも注目されているのが甲状腺の障害です。喉にある甲状腺は放射能を吸収しやすい性質を持っています。この医学センターで重症の甲状腺異常と診断された患者はおよそ3000人、そのほとんどが子どもです。この14歳の少女は去年の夏、甲状腺に直径2センチの腫瘍が発見され、摘出手術を受けました。この病院では21人の子どもが甲状腺がんと診断され、摘出手術を受けています。少女の甲状腺には手術後、腫瘍が再発していました。Эти массивные дозы радиоактивного йода оказали особенно тяжелые последствия на щитовидную железу. И, конечно, период полураспада радиоактивного йода короток, но то, что он сделал первые 3-4 месяца, оно осталось с этими людьми, которые подверглись этому воздействию, на всю жизнь. На сегодняшний день мы имеем значительное увеличение заболеваний щитовидной железы в виде узлового зоба, в виде тиреотоксикоза, в виде аутоиммунного тиреоидита. Наметилась тенденция появления уже случаев гипотиреоза. И все-таки мы можем на сегодняшний день уже начать утверждать, что увеличилось число рака щитовидной железы. У нас в Минске есть детско-кетцеевский центр. ここには血液に異常のある重症の子どもたちが入院しています。1階は白血病の子どもたちの病室です。白血病は血液のがんで、放射線を浴びることが発病の原因の一つとされています。広島では原爆投下後2年目から白血病が現れ始め、6年目でピークを迎えました。この病院の医師たちは広島のデータをもとに事故と白血病の関係について注意深く追跡しています。原発事故と白血病の因果関係を明らかにするためには、長い期間にわたる膨大な数の人間の追跡調査が必要です。通常の発生率より明らかに高い発生率が証明されたとき、初めて原発事故と白血病との因果関係が確定します。если мы в крови у них находим тоже спектр
осколочных радиопродуктов. Кроме того, дети едят пищу, загрязненную радионуклидами. Ну и, наконец, мы находим в лимфоцитах 2-7 раз увеличенное число аберрантных хромосом. Безусловно, конкретно, прямо вот безапелляционно говорить о том, что данный лейкоз является лучевым, трудно сказать. Но, учитывая нашу ситуацию, можно считать, что лейкозы, которые начались после, которые диагностированы после Чернобыльской аварии, их, вероятно, можно назвать лучевыми лейкозами. チェルノブイリ事故が白血病を引き起こしたとか、この女の子は痛みを訴える気力も失っていました。ここは妊娠や出産に異常が認められる妊婦専門の病院です。ここに入院している妊婦たちのほとんどが汚染地帯からやってきた人たちです。放射能が生まれてくる子どもたちにどのような影響を与えるか、事故以来この病院では出産時の異常出血が事故前に比べて 2.5 倍、出産前の胎盤剥離が3倍になっています。この病院では今年になって超音波で子宮内を観察できる胎児診断装置を導入しました。妊娠期間中2度にわたり母親の胎内を診察し、異常の有無を調べます。もし妊娠28週目までに異常が見つかった場合、中絶の手術が施されます。この女性は高濃度汚染地帯の農村から運び込まれてきました。陣痛が始まってもなかなか赤ちゃんが生まれません。これも異常の一つだと病院側では話しています。経過していました。白ロシア共和国での避難計画は次のとおりです。赤色の最も高濃度の汚染地帯に住む1万2000人をこの秋までに避難させます。黄色の地域の9万人の避難が来年半ばまでに行われる予定です。
紫色の地域では30万人のうち子供を持つ家族だけを避難させます。一番外側の灰色の地域に住む170万人の人には今のところ避難の計画はありません。原発から160キロ離れたバルトロメーエフカ村、今年の秋までに全員避難の命令が出ています。村の住民は800人、そのうちの半数は避難を済ませました。しかし村から避難できたのはほとんどが子どもや若い人たちです。村は日ごとに老人だけの村に変わろうとしています。バルトロメーエフカの村役場です。村役場には避難を希望する老人たちが連日詰めかけます。しかし避難先に住宅が不足していることや老人の働き口がないなどの理由で避難が後回しにされています。残された老人はわずかな年金で生活しなければならないのです。Мне требуется жилье, но не знаю, где будет и как я буду проживать, неизвестно. この日もまた老夫婦が取り残される引っ越しがありました。この家族は若夫婦と子供3人に老夫婦合わせて7人で暮らしていました。しかしこの7人の家族に与えられた避難先の住まいはたった1部屋のアパートです。しかも避難先の町でどのような仕事が与えられるのかまだ分かっていません。老夫婦は子供や孫たちのために汚染された村に残ることを余儀なくされたのです。Старики его остаются здесь, но ну, куда? Я понятия не имею. Тоже. Тоже жалко оставлять. Что, люди нетрудоспособные, но кто их делает? Тут самим, в принципе, жить нельзя. Было бы там что-нибудь туда-сюда, туда забрали или что. Так самим, вот, я знаю, куда эти шкатулки девать.
хоть подпалить вместе с машиной, да и все дела. А вы не боитесь, не беспокоитесь вот остаться одному после отъезда семьи, одним?政府の命令によれば、汚染された村からは全員が避難しなければなりません。しかし、老人たちは落ち着き先がないまま取り残されているのです。白ロシアの穀倉地帯に今年も収穫の時がやってきました。豊かな実りをもたらす大地に感謝を捧げる祭りです。避難計画の進むこの村では最後の祭りとなりました。汚染されたこの麦が刈り取られることはありません。チェルノブイリ事故から4年、学校で、病院で、町で、村で、放射能汚染との戦いはまだ果てしなく続きます。やりたいと思っているんですけど、ちょっと上に立ちで上がっていただいて、これからですね、しばらくちょっとこ の, 取材についてフリーにお話を聞きたいと思うんですけど、まず後から、質問等はあると思います。で、今お手元に質問用紙配ってないんですけれども、休憩時間に後ろ の, 高木さん、ちょっと手を挙げて、あそこに質問用紙用意してありますので、質問のある方取っていろいろしたいことを書いていただければと思いますけれども、私の方からですね、まあ、もう20年以上前の、ものなんですけれども、今やっぱり福島の事故が起きたから分かることっていうか、関連付けて見れるところすごくたくさんあるんですけど、一つやっぱりすごいよく取材してるっていうかですね、こういうものを、後ほども話に出てくるんですけど、福島では
まあ、NHK でネットワークで作る放射能線地図という初期の頃のはあるんですけど、その後何が起きてるかっていうものは作られては、まあ、ほとんどないと思うんですけども、逆にこの旧、まあ、ソ連というかね、ソ連邦っていうなんか非常に秘密のベールに包まれているようなところで、これはどのぐらいの期間、どうやってその現場を歩きながらこういうものをまず取材されたのかっていうのをもうちょっと教えていただきたいんですよ。あの頃は結局はソ連がペレストロイカとグラスノースチで崩壊していくプロセスですね。その頃に起きた、原発事故で、ウクライナから見るとウクライナの民族主義とそれが結びついて、すごく政治的な色彩も持ちながらいろんな複雑なことが展開して、もうソ連はもうガタガタになっていく中で起きていると、で結局まあロケは3ヶ月も中に入ってたと、はい、それで最初はモスクワから始まって情報を集めてだんだん絞り込んでいくんですけど、ウクライナに入ってももう知ってることばかりというか、まあ似たようなことで、結局今回の4年目の分について言うと、汚染地図が発表されて、そこに住民がずっと住んでたために、まあ変な言い方ですけど、そこでのいろんなことが蓄積されてきたのが一気に吹き出す状態なので、おそらくロケする時にもそういう場面に出くわしたんだと思うんですが、やっぱりこうだんだん絞り込んで、要するにものすごく広いのでどこに行けばいいのかと。それであの頃 BBC のプロデューサーと僕はなんかライバルみたいになって競争してたんですけど、なんか変な噂が流れてて、 NHK っていうのはポップを連れて大名行列にロケしてるこの中で僕とカメラの島田さんと岡野先生と、それから浜本の小池さんとだけですよ。でどうもその現場で焼きそばを作って子供に食わしたのを見てポップが来てると思ったらしいんですよ。だからものすごく弱体のチーム、 BBC なんかすごいですからね。でやってどこに行けばいいのか分かんない。で大体まあ取材して脇資料先生に聞くとどこに行けばいいか分かってくるんだけど、まあモスクワで聞いてもほとんど役に立たなくて、ウクライナで聞いても分かんなくて、結局分かんないんですよ。情報がばらけて、でこう絞り込んでいくという、そういうプロセスで、最後の本当に取り始めたのは最後の1ヶ月切ってからですかね。だからもうここに出てくるのは本当にそうやってこう絞り込んで探し出していったものなんですよね。そういうロケでした。割とその学校とか病院とか、まあ、あとその村も何でしょう、人口800人しかいないような村とかたどり着いていくっていうのは、そうすると現場の中でいろいろな情報をかき集めた中で最終的に、ね、はい、逆に言うとそのここに撮られているのはそのぐらいですけども、まあ、非常にたくさん一応カメラも、まあ、当時はもうビデオになってますけど、相当撮られた中で、大体、まあ、NHK の場合は1時間のドキュメンタリーで9時間ぐらい回すみたいな感じですかね。だけどこれはもっと多くて、とにかくまあそれこそ岡野先生の映像なんか入れると、もうあれは回しっぱなしですから、ものすごく膨大な量あって、それはまあ僕らがロケしたものでないものを含めれば膨大な量になるでしょうけど、それをまあ編集していったんですが、結局だから僕らが取り残した、他のところで何か起きているのは僕らが取り残してる、取れなかったわけだけど、まあ、僕らなりにネットワークを組んで絞り込んで、入っていった結果がこれだと。だからまあNHK の僕のチームが時に切った番組はこれですということで、100チームが入ってたら100通りの番組があったかもしれない、他のことがあったかもしれないけど、僕らの、カメラではあれが現状この中でですね、まあ、独自に調べているものがまあ3つあって、まあ、1つは、まあ、3つというかそのうちの2つは似てるんですけど、1つはだから岡野さんを連れて行っていると。でこれさっき汚染地図の話も来て、この間の事故後の放射ネットワークで作る放射能汚染地図ってこれをベースにしてるんだったらというか、なんか考えてみればそっくりっていう、後で知るとそう思うんですけれども、岡野先生を連れて行って独自にまあヘリコプターの中から汚染の、まあ、マップというか当たりをつけているというのが一つありますし、同じ岡野さんが内部被曝もその、現地では教えてくれない内部被曝を
まあ、NHK のクルーが教えていると。あともう一つはその染色体の検査があって、これもどうも独自っぽく見えるんですけど、ここら辺 それぞれですね、独自にそのつまり今起きていることを記録するということに加えて独自なデータを、まあ、公表しているかなと思うんですけれども、ここら辺も少しちょっと詳しく教えていただきたい。あの頃はそういう普通取材してベースになるデータを取材して整理した上でロケなんだけど、それがないのでもう調べるしかないということで、岡野さんが作ってくれたあのシステムは、この後の福島原発区でも結局同じものを使ってましたね。岡野さんも結構偉い年取って、ここから言わせると何やってんだと、同じものがまだあって、で同じ岡野先生がかわいそうに露骨夢中って言われて入ること自体が面白い。だから僕はもう不満たらたらで、科学者何やってたというのが一つ、なんであんなお年寄りをあのところに行かせなきゃいけないのかというのが一個。でその、空からサーチしたときは、だからあの時はソ連軍のヘリコを調達して、軍のヘリコでやったんですよ。それとネロはもうすぐ大変で、だけどやったことないけど、とにかく飛ぼうということで、もう大きく飛んでいったのが最初の部分。あれで大体のこう土地勘というか、見当が、地図と本当に取れるものと照合して、いろんなことがこう見えてくるというのが一個だったと。それから内部被曝の分は浜ごとの小池さんという方が一緒に行ってくださって、あれも内部被曝のことを調べなきゃいけないと。で日本で調べていくと浜ごとが良いと、であの時の社長かなに掛け合って、お金は10万円しかないですと、で協力してくれと、機材と金と全部出せと怖い人でしたよ。それものすごい顔して僕を睨みつけて、なんかちょっと待てって言って、で、OK が出て、で小池さんが一緒に行っていただいて、ありがとう。あのデータの中から生データがもう相当取ってますので、今もあると思うんですが、小池さんは、こうやって横に行って、頭の影を出してるんですけど、数年前、10年ぐらい前に亡くなりましたね。それから、3つ目の、3つ目なんでしたっけ、あ、染色体か。染色体異常という話も、まあ、ミンスクなんかの話では出てはいるんだけど、本当にそうなのかは分からないので、あれはキエフの、プリピャチから逃げてきた住民たちの血液を僕らがそこのお医者さんと組んで、集めて、だからそのお医者さんたちもみんなボランティアで、要するに広島から来たっていうのはすごく強かったんです。広島のジャーナリストだっていうのはすごく強くて、東京から行っても多分あんなにならなくて、広島から来たというふうに言うと、もう全然こう動きが変わってきて、で一緒にやりたいって言って、それで住民たちも、タチアナさん家族ってありますが、今もお付き合いされてますけど、あの人がみんなに呼びかけてくれて、で血液をで彼らも知りたいですけどね、で取って、で日本で分析して、でそれはまあその後はスパイ小説まがいのことになるのであまり詳しく言いませんが、とにかく日本で、分析して、要するにまあ広島原爆のことを血液研究してですね、ちゃんとした先生のたちのグループでやっていただいて、結果が出てきたということですから、まあ、3つとも僕らがやったテーマもやった、だからそれは僕らがこういう条件でやったらこういうことがありましたというだけの話で、1万人を調べたわけでもないし、だから本当はその全体の下地になるような科学的なデータと僕らがやったことはこう付き合わされながら全体の部分みたいな形で全容が見えてくるべきなんですが、この全容を教えてくれる人がいないし、個別のものもなかったので、だから僕らとしては科学的に言うとすごく不十分なデータだと思うけど、こういう条件でこういうことをしたらこうなりましたと、だからどこそこの研究所の先生はこう言ってますと、さっき最初に言ったけども、その反論がある場合は必ず調べて、反論がある場合はそれを取材して、特に反論がないということであればどこその先生はこういうふうなデータを出していますと、論文があればよということを繰り返していったということですよね。これ逆に言うとですね、今例えば福島の問題だと、そのまあ部分というかね、取って見せていくというのは、まあ、この後の議論にもなるんですけど、ちょっと難しいというか、やっぱり全体を見せてから見せてというかな、そのデータがなくて何かのこう、まあ事象というか起きている、例えば何かこう今ここで見たようなものの一部がですね、
取られるっていうのはなかなかこう難しそうな気もするんですけれども、今これを改めて見てこうなんていうかそこをどうお感じになるっていうか、まあその時見聞きしたものっていうことを、まあ、映像の場合構成できると私は信じているんですけれども、まあ、なんていうか、まあ、広島ので毎年毎年8月6日にはいろんなまあ問題をやってきてるわけですけれども、まあやっぱりこう データが全体のデータの中で明らかになったことを扱うっていう方が、まあ、楽というか報道っていう中でその見てきたものをこう記録して出していくっていう手法なんですが、改めてどういうふうにご覧になりますか、ご自身。情報必要なんですよね。で僕は現場入って、まあ、結局医学的なことっていうのはその、まずミンスクとか現場の科学者とモスクワの科学者と東京の科学者は温度差があるんですよ。で現場に行けば行くほどいろんな事例があって、例えばそういうガンダとか以外の事例がいっぱいあるけども、それを国際的なデータにサムアップするとそれがまあ入ってない感じなんですね。でそのだからそれはちょっと難しくて分かりませんが、疫学的なデータとしていくほどデータがないからそうなのかどうか分かりませんが、なんか現場とモスクワと東京とかヨーロッパの温度差っていうのがあったなと。それで結局医学的なことについてはよく分からないですよ僕も。だけどいろんな先生が言ってるところでここでだいたいこうぼんやりと自分なりにイメージがつかめるんだけど、医学的にはよく分かんないままロケをしていくと、僕の言葉で言うと、被曝っていうのは医学的な体の被曝と、それから社会システムでの被曝と心の被曝っていうのをいくつかこうフェーズがあるような気がするんですね。それであそこ逃げていく村人の部分もありましたけども、ここのカメラは回さなかったんだけど、ある村で汚染度がすごく低い村があったんですね。それで逃げなくていいんですよ、数字から言うと。ところがその逃げるって言ってる村長はね、それで結局そこは僕らロケ、まあ、しなかったできなかったんですけど、その村長に逃げなくていいのになんでみんなで逃げるんだって言ったら、体はここで生きていけるかもしれないけど心が死んじゃうから逃げるって言いましたね。で僕はそれが結構僕は文化系なんで心に突き刺さって、そうかと。例えば村がどんどん消えていくんですけど、村が消えていくにはプロセスがあって、若い人がいなくなるとスーパーとか学校がなくなり、だんだんこう活力が消えていって、こう村がこう虫歯をこう歯が抜けたみたいになってこう麻痺していくんですね。で最後に消えるんです。でそういうプロセスがあって、そうするとそこの村がもともと持ってた人間の絆だとか祭りだとかいろんなものが、その体は生きても別のものが死んでいく現象が実際に起きて、ものすごくいっぱい起きた。だからその放射性物質というか放射線というものと人間との関係というのは、まあ、医学的なものはもうちゃんと調べなきゃいけないのど真ん中だけども、それを超えた何かいろんなメカニズムがあって、それがこう混ざり合いながらね、複雑なこう混乱を引き起こすんだなと。特にまあね、頃のチェルノブイリはソ連崩壊のプロセスなので、いろんなことがさらにこう混ざっちゃって、余計複雑になってたと。だから最後に一つ言うと、現場でいろんなジャーナリストに会ってロケやってるのとか取材してるのとか言って、まあ、告白をしますと、ソ連というのは本当に大変な国だよねと、この国だからこんなことが起きたんだよねと僕らは思ってました。だから政治的な部分って大きいよねとかね、返す刀で言うと日本は大丈夫だよねということをもう一本でしたんですね。そこの中の真のお母さんが日本に連れてきてくれと、日本に行ったら大丈夫だと信じてるんだけど、その日本で福島の原発事故が起きたということなので、もうびっくりしましたね。起きないはずでしょと。みんな日本ではもうだってあの頃のソ連と比べると学術力は違う、経済力も違う、それからコミュニケーションみんな単一民族とコミュニケーションもできる民主主義国家資本主義国家で、国は一応安泰だから、労の形も違うと、国権力じゃないと。だから日本では起きないよねというどっか思ってた。だからまあなんであそこまで取材できたんですかという質問に対しては、もう皆さんもプロの方が多いので正直に言うしかありませんが、
人の国のことは鋭く切れるとということですね。足元で起きたらもうそれどころじゃないです。もうビビっちゃって、どうしよう、もう分からん、どうしていいか分からない。だから人が癌になったドキュメンタリーを撮るとも、僕が自分で癌になった時に自分のドキュメンタリーができるかどうかは疑問だと思うんですが、そういうことに直面してしまった、正直に言うとね、というような気がします。足元のことが難しいと今見てると、共通点というかね、汚染のレベルはやっぱり移住したところ高いところが多いかなと思っていて、健康の問題はやっぱりそのまだ日本の場合よく分からないけど、ちゃんと取材してる人がいないからね、室山さんがやったみたいにずっと福島でそういうことを取材しているという人もいなくて、いろんな話はあるけれども絵になったものっていうのはないわけで、ただ例えばその、データの問題とか、例えば被爆は大したことなんかないから安心ですとか、こうなんていうか政府の対応とかっていうのは比較的っていうか、かなり似ているようなものを感じていて、どうですかそこら辺、今おっしゃった通りにソ連っていう、もうソ連だから事故は起きただろうと思ってたところと、それから非常にこう発展している民主的な国だと信じていた日本とのそこら辺の事故後の対応とか、今までのそのプロセスの比較で見ると、今なんかこう比べてみるとどうですか。もうちょっと聞いてくるな、質問を国の、国の事故の対応ですね、避難についてとか、あるいはその被爆についてとか、まだ健康調査を行われていませんので。似てますよね、似てる。それは同じこと考えているんでしょうね。それは最初からもうこれ待ってましたみたいな対応が多分だって日本では原発事故起きないことになってたんでしょ、一応で、原発を置くときに起きないから作ることになってたし、だからゼロだっていうことを共同幻想をみんなで持って、もしも起きたらどうしようかって準備がないところに起きれば大混乱です。だからそれ自体は異常なことだと思いますけど、政府に対する不信感とか起きてるパターンはとても似てるなっていう感じがしますね。福島の方とも飲んだりしてると、ものすごくいい人ですよね。この人があんなに人を罵るのかっていうような、だからよっぽど悔しいんじゃないでしょうかね。はい、この後も詳しくいろいろお話し聞こうと思うんですけど、この映像についてに関して、もしご質問あったら2つぐらい受け付けたいと思うんですけど、休憩に入る前にもし何か具体的なこの映像についてとか取材についてご質問がある方がいれば、はい、じゃあお二人。ありがとうございます。今の映像で、私は千葉県の、汚染状況重点調査地域に指定されている松戸市から参りました。今4年目で保育園の映像が出てきたんですけれども、そこで保健師さんが検査、毎日その線量を測っているのが出てきて、でこれとても素人な質問で申し訳ないですが、 0.02 から0.04 マイクロレントゲンっていう単位だったんですね。で今日本ではマイクロシーベルトで、市は今無料で測定器も貸してくださるので、自分たちで自分たちの住環境を調べることもできるんですが、この数値と今自分のいる数値がどのくらい換算が出てるのかちょっと調べようにちょっと分からなかったので、あれはシーベルトに換算するとどのぐらいなんでしょうか。もう詳しい先生がいっぱいいるので計算してもらってあそこで言ったとにかく保育園はそれを物差しにこうしてたというのは事実ですね。それが客観的に適切かどうかということになるとも別、それから福島との関係でどうかというのもまた別なので、ちょっと科学者の方なんですけど聞いていただいた方がいいですね。1レントゲンがだいたい10ミリシーベルトくらいありますかね、ということのようで、100マイクロレントゲンが1マイクロシーベルトだから結構高い、25だからですね、0.25 マイクロシーベルト
ですね。あ、25マイクロ、100レンマイクロシレントゲンが1マイクロシーベルトなので、25マイクロレントゲンということは 0.25 マイクロシーベルトっていうことになるかと思います。はい、じゃあもう一人の方ですね。元理化学、理化学を研究していた早野といいます。プロの目から見て、森山さんのお取りになった画像データは非常に重要なデータと見ています。そこで僕の質問は、その非常に重要なデータのうち、カットされたデータ、これを私はぜひ分析してみたいんですが、それは公開されますか？データは岡野さんが全部持ってますね。うん。全部持ってます。それは公開されますか？それ岡野さんに聞いてください。だから僕は岡野さんにアクセスはできるけど、テレビ屋なので、僕の仕事の文脈で重要な情報を編集していたんですが、多分科学的に見ると多分重要なものがいっぱいあるんだろうと、その通り思いますね。全く重要なデータです。です。それは理研で持ってるんですか？いや、岡野さんは個人で持ってないでしょ。あ、個人的な様子ですか？理研を辞められた後ですから、はい、岡野さん、鎌倉の一件に持ってないでしょうね。それは確保した方がいいと思います。はい、まあね。以上です。はい、確かにね、集められた全体のデータがもしかしたら分析されてないままあれば非常に重要かもしれないですね。はい、そうしましたらですね、前半のお話はとりあえずここまでにして、後半ですね、35分に再開しますけれども、10分間休憩を挟んで、その後もう少し詳しいいろんなお話をしていきたいと思います。では休憩なんですが、すぐに申し訳ないです。ですね、後半はですね、私を含めて4名のディスカッションをしようと、皆さんも含めてですね、したいんですけれども、その前に申し訳ないんですけど、もう1本映像を見ていただこうと思います。これは私が去年その取材に行ったウクライナの28面目の状況です。で、先ほど森山さんのビデオの中にクリミア地から来た子どもたちの学校で授業時間が短くなったりとか、そういう話が出てきましたけれども、まあ私が行ったのも学校を中心に行って、今回本来43分のものですね、ダザダザダッと21分に短くして半分以下になっているので、結構ちょっと微妙かもしれないです微妙かもしれないですが、一応その全体のストーリーの中の、主に今起きている健康の状態のところをまとめていますので、ご覧いただきたいと思います。チェルノブイリ原子力発電所から140キロに位置するジトーミル州北部の町トロスネです。人口6万6000、森に囲まれた地方都市です。28年目の子どもたちを取材しました。市街地の外れにあるコロステン第12学校です。ウクライナでは6歳から17歳までが一つの学校で学びます。1年生から11年生まで645人がこの学校に通っています。 And sugar, cheese, meat and cornflakes give us energy, bread, egg 小学生の英語の授業です。この子供たちが生まれたのはチェルノブイリ原発事故から17年目にあたる2003年。しかし多くの子どもがさまざまな疾患を抱えています。この男の子は2年生の時心臓の手術を受けました。Мне робили анализ крови.
汚染地域にあるこの学校ではチェルノブイリ事故後2年生から11年生までの全てのクラスで授業時間が5分短縮され40分になりました。1年生はさらに5分短く35分となっています。Сокращение урока произошло с 90-х годов, то есть после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Дело в том, что мы пришли к выводу, что здоровье детей до Чернобыля было намного лучше. И когда случилась Чернобыльская авария, было очень заметно, что дети уставали, детям болела очень голова, очень часто с носа шла кровь. И поэтому было решение, я так понимаю, правительства Украины о том, чтобы сократить длительность уроков. Это по щитовидной железе. Теперь в спецгруппу идет высокая степень заболевания глаз. Теперь идет некоторые сколиозы по костно-мышечной системе. Могут быть временно в спецгруппе. Могут быть не постоянно, а временно. Теперь идут дети, перенесшие, например, острую форму гепатита. Украина дела. 内部被曝と外部被曝を合算したパスポート線量と呼ばれる方法で被曝量を把握しています。1986年から2011年までの25年間にコロステンの住民が浴びた積算線量は平均15ミリから25ミリシーベルトとされています。Да, действительно, я есть участникПервого дня Чернобыльской катастрофы, вот, и занимался проблемами Чернобыля с первого дня Чернобыльской аварии, вот, и до последнего, до сегодняшнего дня. Анализ тот, который мы проводим, вот, а мы проводим этот анализ ежеквартально, вот, какие изменения в состоянии здоровья и детей, и взрослого населения нашего города.Я должен сказать, что уровень здоровья населения вообще, вот и детского в том числе, вот несколько ниже, чем в довоенный период. Если страдает иммунная система, значит, урожается или более уразливый, как на украинском, на российском.Да, более, ну, подвержены так и другим, все органы. ここは泊まりの入院までは必要ないものの、体調が優れない慢性疾患の住民が半日や1日単位で治療を受ける病棟です。年に数回はここに通い、点滴などを受けて体の回復を図ります。子どもからお年寄りまで1日に150人ほどが利用しています。
Значит, у нас согласно наших законов, вот каждый человек, который пострадал от Чернобыля, каждый год должен пройти комплексную комиссию. Это касается и детского населения, и взрослого. Так что я так думаю, что у вас тоже такое проводится, так и надо это продолжать. キエフも国立放射線医学研究所です。チェルノブイリ原発事故をきっかけに設立し、被災者に対して医療を提供する一方、低線量被曝による万発的な影響を研究しています。小児科のエフゲーニャ・ステパノワ博士は、事故後30年近くにわたって5万人以上の子どもたちを診察し治療してきました。低線量長期被曝と免疫との関係や遺伝的影響を研究しています。Это ухудшение здоровья характеризуется уменьшением количества практически здоровых детей среди обследованных, увеличением показателей заболеваемости детей. Это болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, ну, особенно и печени, и поджелудочной железы. Поэтому повышение частоты анемии у детей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, ну, а среди различных органов и тканей человека, я ребенка в частности, наиболее чувствительными к радиационному воздействию являются иммунная и кроветворная системы. Частично, потому что анемия тоже возникает под действием разных факторов. Но частично можно тоже объяснить воздействием ионизирующего излучения. ステパノワ博士は2010年、土壌汚染と子どもの肺活量の関係を分析し、セシウム137が高い地域に住む子どもたちは肺活量が低下しており、気管障害や肺による気管閉塞につながっている可能性があることを指摘しました。また、2013年には、内部被曝量の高い子どもは、ヘモグロビン、赤血球、血小板の血球数が減少しているとの論文をアメリカの医学雑誌に発表しています。Ну, если, например, у ребенка имеется снижение иммунитета, то к чему это приводит? Это приводит к тому, что ребенок часто простывает, часто болеет. Любое заболевание у него протекает более тяжело. Оно приобретает длительное течение, а иногда формируется уже хроническая патология. Если, например, у ребенка развивается даже не тяжелое малокровие, анемия, снижение гемоглобина, эритроцитов, при этом нарушается снабжение кислородом всех органов и тканей. Наиболее чувствительно к недостатку кислорода мозг, центральная нервная система. У ребенка наблюдается повышенная утомляемость. Он хуже запоминает уроки. Это не драматично, но качество жизни ребенка ведь значительно ухудшается. Да, это, конечно, не рак щитовидной железы. Но и эти изменения ни к чему тоже хорошему не приводят. Это Украина 報告書. Чернобыль-原発事故25年にあたり、ウクライナ政府がまとめたものです。報告書のタイトルは Safety for the Future 未来への安全。現場の医師たちが中心となって執筆した健康影響の章には、汚染地域で起きているさまざまな症状と統計が並び、チェルノブイリ事故の被害は子どもの甲状腺がんだけであると結論付ける IAEA やアンスケアなどの報告書とは大きく異なっています。Снова положены результаты научных исследований, не такой государственной статистики, потому что вы знаете, что она обычно обладает рядом неточностью, недостаточностью. Это должны быть. Это были проведены специальные эпидемиологические исследования и клинические также. В отличие от того, что, допустим, это и другие организации, они признают только то
эффекты, которые уже описаны, которые определены и всегда дозозависимые, то мы показали, что, хотя это еще и не признано, так сказать, международными организациями, но над этим мы работаем, что ухудшается не только опухоли и лейкемия, но и неопухолевые заболевания. Анскер, научный комитет по изучению действия атомной радиации. Но и они анализируют все то, что до настоящего времени там было опубликовано. Но дело в том, что анализируется в большинстве случаев peer-review, так называемые рецензируемые англоязычные издания. Понимаете? И поэтому многое из этого, что не то что новое, но во всяком случае значительная часть, которая публикуется на русском или украинском языке, оно не входит в этот анализ. И вообще, получается, мы как-то проанализировали, оказывается, что вот если эффект открыт, то до его утверждения, до его признания международной общественностью проходит от 3 до 10 лет. Вот, например, первые эффекты на рака щитовидной железы у детей были описаны нашими учеными, профессором Тетеком и профессором Присоединком, в 1990 году. А фактически уже ВОЗ и другие организации, то есть Комитет по действию атомной, в смысле по воздействию атомной радиации, он признал его где-то уже, ну, где-то через 3 или 4 года. Я так думала, что это и лучше.
Я не могу, конечно, это утверждать, но тем не менее, когда-то, когда рванул Чернобыль, я была девочкой, как раз видно, половое созревание начиналось, закладывалось это все. И мы в Коростене, тогда дети готовились, не только в Коростене, по всей Украине, готовились к 9 мая, и нас на площадь водили, мы целый месяц ходили, готовились, там махать цветочками, флажочками, да. И тогда, когда Чернобыльская рванула, нам же этого не говорили, мы тогда получили очень хорошую дозу облучения. Видно, хорошую тогда дозу получила облучение. Я так думаю, что, может быть, это дает свои результаты. Узловой зуб. Он у меня появился, ну как, я обнаружили первый раз, когда открыли диагностический центр и начали обследовать. Мне тогда уже, наверное, было лет 15. Первый раз обнаружили.今見ていただいたあの後にですね、保健省の方にチェルノブイリ の、まあ、影響を受けた子どもたち の、 その健康診断をどういうふうにやったらいいかというですね、冊子をいただいて、保健省とその医学アカデミーが作っているものなんですけれども、これを訳した方がいいかなと思って、アワプラン TV で訳したものをさっき後ろで200円ってお譲りしてるんですけど、ここに描かれているように少なくとも皆さんも多くの方ご存知だと思うんですけれども、ウクライナ報告書の中ではさまざまな疾病が報告されているという一方で、我々その日本では少なくとも福島事故後、私たちが意識してですね、低線量の放射能の問題を
まあ、見聞きするというか報道を見ている限りは、国際的には、まあ、甲状腺がん、子どもの甲状腺がんのみが、まあ、認められている病気だということで、まあ、今福島県の健康調査に関しても、まあ、あの避難区域については、詳細調査ということで、健康審査という、まあ、細かいあの血液検査なども行われてますけど、それ以外の部分というのは、あの甲状腺がん、まあ、子どもの甲状腺がん36万人対象のものと、あと県外では、まあ、何もあの行われてないという状況なんですけども、最後のヤムツレクさんがすごい、あのお子さんがね、病気が重くって、でああいう病気、日本だったら治せるんじゃないかなと思ってですね、あの彼女に、あの日本のお医者さんなんかこっちに来た時には何か言ってますかって、いや日本からのお医者さんは甲状腺の先生しか来ないからあのって言われた時に、なるほど、日本の先生はあの今少なくとも現在はあの普通の小児の先生とかが来てなくて、甲状腺の先生がメインで、室山さんの時代にはもう少しいろんなタイプなんか先生があの言ってらしたと思うんですけども、今はどっちかというと本当に甲状腺の先生が多いかなという感じなんですが、この後ですね、あの、まあ、そういうことになっているというか、今 の, その私たちの認識として2つの違った情報というかな、要はその政府なり、あるいはその国際機関が言っているその甲状腺がんを中心とした健康影響以外のものはあの少なくとも起きてないとは言ってないけども、あの因果関係があるのはそれだけっていう情報と、それから私が今お見せしたり、あるいはあの室山さんの時にもちょっといろんな白血病とか出てきて、あの、まあ、いろいろ中には内臓疾患のお子さんも出てきたと思うんですけど、まあ、そういうなんかこう調子の悪いいろんなタイプの疾患がある、まあ、大きく2つにあの、まあ、いろんな情報があるんですけれども、吉田裕子さんはですね、先ほどからご紹介しているチェルノブイリ調査救援女性ネットワークということで、はい、すごいんですあの私尊敬してるんですけど、とにかくですね、昔の情報をパッパッとこう新聞とかでですね、あのこの時に誰々はこう言ってるとかですね、すごい怖い人なんですよ、あの学者はこの時にはこういうふうに発言してるとか、あの時にこの新聞はこう書いてるとかですね、なんか全部なんかこう手裏剣みたいにあのカバンの中に入ってて、あのすごい裏付けが次々にこうなんかデータで出てくるというとても怖いあの方なんで、今日はその一端をですねお話しいただいて、まあ、これまで28年の間に、どういうようにそのメディアが報道し、あるいは国際機関が発表してきたかっていうことをですね、ざっとこうあの案内していただこうというふうに思っていますので、あの吉田さん、よろしくお願いいたします。あの今ご紹介いただきましたチェルノブイリ被害調査救援女性ネットワークの吉田と申します。じゃあもうこれもういいですかね、そのまま。あの手元の方にはあのちょっとパワーポイントの資料とは違う資料で、あの言ってると思うんですけども、この年表、テレビと新聞の年表っていうのは あくまで私がその映像としてそのビデオで撮っていたとかですね、記事を持っていたとかというのが中心ですので、もちろんもっとあのたくさんの報道があったかと思いますけれども、一応こういうような形で、まとめてあります。で後ろの方はちょっと IAEA の最初のですね、調査のところがあって、それはあのこちらでも出てきますけれども、赤い移動します。前の方だけちょっと。一番前は消えている。よければ、あ、そのくらいですみません。はい、あのもちろんあのご存知の通り、86年4月26日に、原発事故が起きたわけなんですけれども、この健康影響っていうのをですね、ソ連政府はどう見るかということなんですが、実は86年と87年に、政府の専門家チームというのがですね、ここに書いてあるように血液学、内分泌学、小児科、放射線学者などがチームを組んで汚染地域に出向いて、一応健康状態を検査してるんです。ただしちょっと何人ぐらいっていうのをよくわかんないんですけども、でいろんなことを一応あの調査してます。で発症率のパターンとか死亡率には変化なかった。あとまあ妊娠出産の状況ですね、まあ、死産とか、そういったものも特に異常は観察されてないと。で新生児や母親の甲状腺機能低下みたいなものも調べているけれども、まあ、それもなかったと。それから血液の分析して、ちょっとあの量的には減少しているけれども、まあ、標準範囲内の変動だったと。
それから感染症、まあ、免疫に関係するようなですね、感染症の発症も、まあ、全国的にも差がなかったと。でさらに、まあ、子どもたちにそういう肺炎とかアレルギーとか、自己免疫性、免疫性疾患から先天性心臓循環器系異常、そういった病気の、まあ、増加もなかった、腫瘍の発生率も差もないと、まあ、白血病もまだ記録されてないと。で精神神経的疾患の増加はないんだけれども、やっぱりその無欲症とか自律神経失調症のような症状が見られたと、こういう子どもへの、まあ、親がですね、子どもへの健康への心配や日常生活が破綻したから移住などの緊張とストレスが一部に放射線恐怖症候群を生じさせていると。で今の放射線状況から見ると、これはその被爆そのものよりも、まあ、健康への脅威となるということで、まあ、もうこの段階でその放射線、恐怖症という話が、出てですね、しかしながら、まあ、一応その予防的かつ防護対策の一つとして、妊婦と子どもを、まあ、夏季の期間中ですね、汚染地から出しましたというようなことを言っています。で、早々と、まあ、その健康影響はないというふうには言ってますが、一応いろんなことを調べているというふうなことではですね、ちょっと日本と違いがあるんじゃないかなと思います。で、先ほどあの汚染地図の、まあ、公表があってというお話ありましたけれども、確か89年に、新しい汚染地図が発表されて、いろんなジャーナリストも含めてですね、入るようになって、90年くらいから日本の市民団体も現地に入れるようになりました。私たちのグループもこの夏に、代表の綿貫が行って、このミンスクの小児血液病センターで白血病の子どもが増えてるけれども薬がないというような訴えを受けてですね、まあ、緊急に、医薬品を送ろうという、そういう救援と、そして一緒に私たち自身で、調査をしていこうということで、90年以降あの私たちの活動を続けています。で、こういった中で、報道機関もですね、子どもたちへの医療支援キャンペーンというのがほぼあの90年のそれから91年からということで、まあ、これはその読売と朝日ですけれども、医療費も送ろうとか、子どもを呼んで治療しようとかですね、こういったことが行われます。で、こういった中でといいますか、ソ連政府はじゃあまあ、いろんなペレストロイカ、グラスノスチの中で国民からのいろんな批判をだんだん大きくなってきたわけですね。それでまあどうしたかというと、IAEA に対して、まあ、ソ連政府が行った事故対策の是非の調査で、まあ、勧告というものを依頼するといったことを行ったわけです。これは89年なんですね。そして、90年からその国際チェノブイリ計画というのが IAEA の中にできました。で国際諮問委員会の委員長は、保衛県広島の放射線影響研究所の重松、理事長 で、その他もですね、何人かの人たちが参加している。まあ、実際に向こうにいたかどうかは分からないんですけど、まあ、血液の分析とかですね、いろんな形で、参加している。で91年に委員会の報告書が出るということですね。まあ、その年の12月にソ連邦が崩壊してしまうんですけれども、この諮問委員会の調査はじゃあどんなことであったかというと、ソ連政府の、まあ、対策の確認、それから、まあ、自分たちの独自調査と比較して、まあ、それを評価すると。で調べたのはこの時は汚染地域は、18万5000から148万ベクレル、パー平方メートルまでの、一応ここの対象地域には 82.5 万人と、それからそれとのコントロールですね、比較対象する地域は3万7000ベクレルパー平方メートル以下の地域と比べた。で、環境汚染と被爆検査、これは、まあ、被爆線量は個人線量計で測定すると。それから汚染地域などですね、これは8000人です。世界の環境汚染の方では土壌や食品なども汚染の測定を行っています。ただ健康調査は汚染地域と非汚染地域を合わせて、まあ、約1600人で、分析の対象は1400人くらいですので、実際にはその、まあ、700人と700人を比べるというようなことでですね、まあ、最初からこの時は高汚染地域からの避難した人たち、最初にですね30キロ圏内から避難した人たちや、自己処理作業者というのはもう除外されていました。
で、さっき出て、ちょっと中間に比べてさっき出てないんですが、この後もう一回ちらっと短いのをお見せするときに出てきます。バルトロメー・タムラっていうのはあの辺で148万ぐらいあってですね。で、初めてヒップタイム被爆といいますか、被爆量の検査に来たというところは、リューチティ村っていうのは、あれで見ると、その IAEA の中に、いろんな村、各村々の汚染度は書いてあったんですが、それはソ連政府が調べたものだと思いますが、それによると 9.25 万ぐらいでした。で、これがですね、IAEA はそのフィルムバッジでやったんですけれども、例えばベラルーシのベフリーという地区では28万から542万っていうものすごい汚染のあるところも含めて、やってるんですね。で、汚染度別の、何人のバッジを配りましたっていうのはちょっとわからないんですが、全体で716人配ったと。で、検出限界が2ヶ月ですけれども 0.2 ミリシーベルなんですね。で、この検出限界以下だった人たちが、約 90% ぐらいいるんですね。で、一番、高いところ1から 4.5 っていう、2ヶ月ですから、これ本当高いですけども、ここ 2.1% ぐらいだと。ところがそれと比べる、対象区域コントロールの方を見ると、検出限界以下の人は8割ちょっと、つまり汚染地域よりも、これは少ない少ない、少ないんですね。だから検出限界以下が汚染地域の方が、多いというようなことになっています。で、グラフの棒グラフで見るのが、分かると思うんですけども、青いところは、検出限界以下の人たちなんです。で、一番右のホドシーっていうのがコントロールなんですけども、そちらの方が少ないと。で、これはですね、ウクライナもロシアもほとんど同じような形で、ウクライナ右の3つがコントロール、ロシアは右の一番右がコントロールなんですけども、ほとんどがですね、検出限界以下の割合が高いのは汚染地域であるというような状況になります。で、このことについて、IAEA は何て言ってるかというと、結果の 90% は2ヶ月の被爆期間で検出限界の 0.2 ミリシーベルト以下であった。これは汚染地域のことですね。で、この結果は、計算モデルに基づいて期待されているものと一致していると。で、異常に値の高い稀なケースについては、線量計の使い方が不適切であったのではないかと疑っているというようなですね、ことを言ってるわけですね。どうしてこういう逆転現象ができているのかということには全然触れずに、こういうような結果を言っていると。で、次にこれは健康調査なんですけども、各グループ別に分かれて、それぞれの人数を見ると、そんなに多くないですよね。で、全体でも700人です。で、一応何歳かのグループによって何を注目するかというのはちょっと違っているというふうになっています。で、対象地域は0.15 マイクロシーベルト、パワーは以下の地域である。で、こうしたことを行った結果ですね、国際諮問委員会の報告書が出されたわけですけれども、放射線への被曝と関係するいかなる健康障害も認められなかった。で、生物学的な影響よりも心理的影響の方が顕著である。で、ただしですね、白血病と甲状腺がんがわずかに増えた可能性は全く否定はできないけれども、他のがんや遺伝的影響に関しては将来もその統計的に有利なことは出てこないだろうと。で、ソ連が取った防護措置は概ね妥当であった時には、むしろ過剰な、だから、移住とかですね、政策が過剰であったというようなことも言ったわけです。で、まず最初に新聞とかで出るのは、住民に大筋影響なしというようなことですね。ところが、この IA 会議に出席したウクライナとベラルーシの科学者たちからは、過小評価であるという抗議声明が出されます。これではこういうことを指摘しているというふうに言っています。で、さっき言ったみたいに、最初から非常に対象を小さく限定しているというようなことがあります。その後ですね、これが一人歩きした影響なしというふうにまた記事が出るんですけれども、速報で概要みたいなことをパッと出るときに、それをパッとこう出そうとするとですね、やっぱりいろんな条件が付けられていて、よくよく読むと
と、まあ、逃げ道といいます。そういうことが書いてあったりするんですね。ところがやっぱりボンと最初に、まあ、遠慮なしみたいなものが出してしまうと、後でいくらこれを出してもですね、なかなかこの訂正というのは効かないと。でこの記事の中では、その報道側も誤解の再生産を防ぐ努力が求められているっていうふうなことが書いてあるんですけれども、まあ、その反省はずっと生かされているのかなっていうのはちょっとどうだろうという感じですね。でこれは10周年の時なんですけども、 IAEA の会議ではやっとまあ甲状腺がんの増加が、チェルノブイリの放射線被曝による健康への唯一の明らかな証拠であるというふうに、言いました。そして、まあ、汚染除去作業員を除いては一般の住民には事故の影響を検出するのは困難であろうと。やはりその精神的ないろんな心も持たれていますか、心理的な、傾向の情や兆候があるというふうなことを言いました。で同じこの96年にですね、ウィーンで IAEA 会議とほぼ同じ時期にですね、まあ、人民法廷という形で開かれて、でこれにあの旧ソ連の科学者の人たちも出ていますし、まあ、いろんなヨーロッパのグループとかですね、出ていて、ここ、まあ、日本から行った方たちもいるんですけども、で甲状腺がんの他にも機能低下を含む他の甲状腺疾患や、まあ、血液の異常、小児糖尿病、免疫系疾患などが多発しているというようなことがこちらの方では発表されます。で、まあ、妊娠8週から15週の体内被曝によって、まあ、精神的な発達遅滞が起こり得ると、で様々な先天的異常が発生しているというようなことをこちらの方では発表します。で、10周年、まあ、今も10周年ですけども、まあ、この時には国際的な調査はまだ幕が引けないんじゃないかというふうなことが言われているし、まあ、こっちは毎日ですけども、このシリーズの中では、まあ、安全地帯安全地域というふうに言われていたところでもですね、まあ、突然そのこの子供はまあ敗血症という形で亡くなったという口なんですけども、そういう問題が出てきているということが、まあ、10周年の時にはそれなりにいくつかの記事が出ています。でこれはまあ、2000年なんですけども、2000年にはですね、国連の中で人道問題調整事務所というところがありまして、でそこがまあ支援を訴えるためにチェルノブイリ今も続く惨事というような報告書を出しました。で一方、まあ、アンスケアも報告書をこの時出したわけなんですけども、アンスケアの方はやはり同じように甲状腺がんを除けば健康影響を示す証拠がないと、で全てのがんも発生率が上昇しているというような証拠はないということですね。で白血病も作業者の間でも増加してないと、で、まあ、今後も深刻な健康影響を被ることはなさそうだというのを出すわけです。一方こちらの その、人道問題調整事務所の方は、アナン国連事務総長がこの情報を寄せまして、700万人以上が被害を受けて、300万人の子どもたちが今も治療を必要としていると。がん以外にもいろんな甲状腺の疾患や、肺、心臓、腎臓などの異常や、自己免疫疾患なども、チェルノブイリの影響を示唆する証拠が出てきていると。まあ、まだ別にはっきり言ってるわけじゃないですけども、そういう証拠も出てきているというふうなことを言います。でこれに対してアンスケアはものすごく噛みついてですね、でこれは科学的評価を受けていないんだ、で国連機関がこんなような報告書を出すのは、人々の恐怖を増すだけということで、まあ、事務総長に対しても、まあ、抗議の文書みたいなものを出しましたし、また科学ジャーナルですね、そういう市にもアンスケアの意見としてそういうものも投稿したりしました。ところが一方ではこのアンスケアの2000年報告に対してベラルーシとウクライナからは批判が出ます。でベラルーシはその科学者グループが国連総会に対してアピール文を送ると、でアンスケアの報告は不完全である、で、非常にベラルーシの結果、ベラルーシにおける医学的結果に関して述べている部分は多くの不正確さを含んで、報告解釈の歪曲があると。でこれが2000年の報告がこのまま国連総会で承認されれば、いろんなプログラムが切り捨てになるというようなことでですね、まだずっと研究すべきだというようなアピールを出します。で一方ウクライナは、
まあ、先ほどもちょっと白石さんの方も出てきましたけども、アンスケアはですね、まあ、ロシア語とかウクライナ語とかもですね、書かれたものを全然無視しているというふうに言っていまして、で子どもの健康影響についても非常に限られたものしか調査してないから、もともとその限界があるんだと。で、いろんな子どもの影響には、いろんなものが出てるし、内分泌障害、まあ、甲状腺を含む内分泌障害によって、まあ、将来の生殖機能の障害に至るリスクがあるというようなことを言っています。で、これは2001年、15年目なんですけども、これは、まあ、いろんな健康被害について、いろいろ項目、その時の、まあ、決議文の中にもあるんですが、ここは、まあ、抜粋したのは公衆へのヘルスサービスに関する勧告っていうことでですね、やっぱり参加国で共通性ある登録を開発すべきだと。で、あらゆるタイプのがんや他の疾患についても良い調査していくべきだと。で、被曝量を減らすためにいろんな対策を、正当な対策を作っていくべきだとですね。でもちろんその心理社会的なサポート基盤も改善しなくちゃいけないし、予防医学的な手段や栄養の向上などを通して、まあ、ライフスタイルや健康状態を改善するために援助しなくちゃいけないし、普通の臨床に放射線薬についてトレーニングもやっぱり行かなくちゃいけないというような、まあ、これはヘルスサービスに関する勧告ですけど、まあ、こういうようなことを言っています。でこちらはですね、まあ、その次の年2002年に国連開発計画が公園の戦略という報告書を出してるんですね。まあ、それに基づいてなんですけども、国際会議が開くチェルノブイリの子どもたちという本当に子どもだけを対象にした初めての国際会議が開かれたんです。これについてはほとんど日本では報道されませんでした。で私たちはそこに行ったんですけども、まあ、報告もさせてもらったんですけども、で、まあ、確率的影響についてはまあ、がんとか他のものもちょっと出始めていると、まあ、まだもちろんはっきりしたことを言ってるわけではないんですけども、いくつもいろんな問題が出てきているということでですね、死亡率とかですね、出生期の死亡率や乳児死亡率が高いと、子どもたちの発病率が全般的に増加しているというようなことを述べています。そして、まあ、さらにこれまだ続きなんですけども、自己処理作業者の子どもではこういう病気が多いと。で体内で被爆した子どもでは甲状腺の疾患とか精神や行動の異常とかが多いと。それから実際に自分が子どもの時に、まあ、ヨウ素とセシウムを的に被爆した人は、まあ、当然といいますか、その甲状腺のがんとかですね、その他の甲状腺の疾患を発生するリスクが高いと。でさらにそういった甲状腺の疾患が増加するってことは、まあ、先ほどもちょっとウクライナの報告で言いましたけども、やはりその生殖の健康ということに大きく影響していくであろうというようなことをですね、言っておられる。そしてここでまずやっぱりその実際に起こっている被害っていうのを現実を認めて、もちろんそれを最小化するための対策を取りつつ、並行して放射線の影響を見極めるための研究を続けることが大事だということが提唱、まあ、当然だと思うんですけども、まあ、そういったことが提唱されました。ところがですね、まあ、これはちょっと多分私は IAEA の巻き返しだと思うんですけど、その前までね、一時期ちょっと IAEA が国際会議の中で別に会議をやると、健康問題のところに IAEA が来ないっていう事件がちょこっとだけあったんですね。でそれに対して、おそらくの巻き返しであろうと思いますが、チェルノブイリフォーラムというのを作りました。これは IAEA や WHO やその他の国連機関の参加国政府も構成した、すごく大きな枠で構成したもの。そこで、まあ、その報告書を作るということで、まあ、20周年に向けて発表したのがこの内容で、まあ、急性の放射線障害としては3ヶ月以内に28人が死亡して、その後、まあ、15人が亡くなった。で甲状腺がんは4000人以上だけども、まあ、白血病含めその他の病気はの増加は確認されていないと。で、汚染地域の住民は今後も多分そういった健康影響を受けることはありそうもないと。で精神的な影響というのが最大の健康問題であろうということですね。でこの時に出されたのが、そのチェルノブイリ事故によって増加するがん死亡者の推定、まあ、何十年後までぐらいの形で、ちょっとその年数は覚えてないんですが、で約4000人だというふうにチェルノブイリ
プリントフォーラム、まあ、IAE は行ったわけですね。で、ところがその後 WHO は9000人と E 国際がん研究機関は1万6000人と推定したと、3つの数字が出てきたわけですね。でその他の研究機関や、まあ、NGO グループとかではですね、いろんな数万とか数十万という推定も出てきたり、でこれは結局何を分母にしてみるかというところで IAEA は非常にあの3つだけですね、それを見た時には4000人だろうというのを出したわけですが、それはあたかもその全体の被害を受けた人の中でこのぐらいなんだろうというふうに見えるような言い方になるわけですね、まあ、先ほどの影響なしと同じようないろんな条件があるんだけれども、ただボンとその4000人とか影響なしっていうのが出てきてしまうということなんですね。で、これはあの20周年の時なんですけども、で今あのチェルノブイリフォーラムを中心としたウクライナ政府や IAEA 中心の会議が行われて、それからユーシェンコの時の大統領ですけども、夫人のファンドが主催した会議、国際人権フォーラムというのがあって、まあ、それは私たち招待されて、行って向こうでも発言したんですけども、それとヨーロッパの NGO が中心となって開催した会議が3つがほぼ同時期に行われました。でその後ですね、5月末からです、今度はウクライナの保健所と NGO のチェルノブイリ医師協会というところが主催した会議がチェルノブイリ産地の健康影響ということで行われました。でこの保健所と NGO の会議はチェルノブイリフォーラムのそういった報告をですね、検証するための会議であるというような形で行われました。ちょっとここではあまり時間がないので内容を受けられませんが、20周年の時にね、それで、日本でも非常に多くの報道があったんですね。まあ、先ほど言いましたの後ろの方に20周年だけを置いたんですけども、世代を超えて、被害とかですね、まあ、見えない被害実態で、きちんとした影響の調査もされてないからなんだというようなことですね。でさらに、甲状腺がんは、まあ、予後がいいと、まあ、一般的に言われますけども、それだけではないんだと、いろんなその後のケアをですねしていかないと、やっぱり生殖の問題とかいろんな問題が出てくる、いうことが、まあ、かなり報道されたんですけども、まあ、大体やっぱりそのイベントごとに、10周年とかですね、15周年とかチェルノブイリ原発閉鎖とかですね、20周年ということで、それなりに、まあ、メディア、まあ、テレビもそうですし、新聞もいろんなことを自分たちで独自の取材をしてきたはずなんですけれども、11年に福島の事故が発生して以降ですね、まあ、チェルノブイリの健康被害に対してもあんまりそういういろんなことが出てこなくなったというふうな感じがしています。まあ、その問題についてですね、まあ、この後の仕事中で話をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。吉田さん、ありがとうございました。お手元の資料にね、まあ、どのような報道がどのタイミングで起きたのかと分かりやすく並んでおりまして、まあ、後ほど触れたいと思います。でここからはですね、村山さんにも前にお座りいただいて、それから本日この会場はですね、専修大学お貸しいただいているんですけれども、専修大学